どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日8月23日は何の日でしょうか正解は油の日です。そこで今回は人生で一度は行ってみたい憧れの名店、東京都の門前中町にある天ぷらで有名な三河デザンを皆さんに紹介していきたいと思います。 ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて今回皆さんに紹介するこちら、三河ゼザンキョというお店を一言で言い表すなら、伝説の職人が手掛ける最高峰の天ぷらです。数々のメディアで取り上げられたミシュランの星にも輝いたまさに名店と言えるべき存在です。予約時間の前に入店すると、まずは3階の待ち合わせ室にご案内されます。 貴重な文化財がずらりと並び、まさにここは美術館と思うほどです。名称が手掛けた茶碗のコレクションたちがずらりと並んでいます。しかも奥にはなんと茶室があります。大河ドラマの撮影場所かと思うほどです。もはやこの時点で圧倒されてしまうほどです。予約時間になると席に案内されます。そこの席にはパンフレットが置いてあって、こう書いてあります。 天ぷらは私にとってものづくりとしての美学の実践です。日本料理の柳に吹く風のごとく強烈なインパクトはありませんが、そよ風を強烈な風のごとく感じる感性を養いつつ、いただくところに真骨頂があります。天ぷらは時間、間、呼吸と小さく刻んだ時を食べるものであります。間髪入れずに召し上がっていただけると幸いです。 伝説の職人から名言をいただいたところで、早速食べていきましょう。おまかせコースはまず、車エビから始まります。エビ本来の味も残しつつ、とても美味しく仕上がっています。次に、車エビの頭が出てきました。おせんべいのようにパリパリと美味しい表面部分と、エビの旨味がぎゅっと詰まった中身の組み合わせがもうやみつきになります。続いて登場したのは、キスです。 身がホクホクしていて、箸で切れてしまうほどとても柔らかく、そして甘さを感じます。続いてはこちらのスミイカです。天ぷらで揚がったにもかかわらず、まだみずみずさがあり、これもまた噛めば噛むほど甘さが出てきます。次に出てきたのはウニの大葉巻きです。大葉に包まれた中には熱々のウニが隠れています。食べる時には火傷に要注意ですが、大きな口でガブリと言っていただきたいです。 そしてテンポよく出てきたのがこちらの春の野菜のタラの芽です。噛めば若干の苦味が出てきますがお酒ととても合いそうです。そして次にはこちらのシュラウオです。シュラウオは濃厚な味を持つ魚と言われていて天ぷらが一番合うと言われているそうです。 そして、メゴチが上がりました。天ぷらの素材として有名ですが、今回初めてこのメゴチをいただきます。メゴチは骨が多く、皮には癖があるので、焼いたり煮たりするのではなく、天ぷらにするのが一番いいと言われているそうです。そしてこちらも噛めば噛むほど磯の香りが漂います。そしてコースの中で2種類の好きな素材を選べることになっています。今回はアスパラとナスを選択しました。 アスパラは衣を均一にすることで香りや甘みを楽しむことができます。ナスも本当にこれは天ぷらかと思うぐらいみずみずしくてとてもナス本来の味が生かされています。そして天ぷらの最後に出てきたのはこちらのお店の名物でもあるアナゴです。まず驚くのはこのボリューム感です。お皿からはみ出してしまうほどのアナゴの天ぷらを食べるのは初めてです。 そしてなんとこちらのアナゴの天ぷらは箸で簡単に切れてしまうほど柔らかくて中のホクホク感と表面のサクサク感がさすが匠の技と言えるべき天ぷらとなっていますコースの最後の締めはこちらのかき揚げ丼ですしっかりめに揚げられたかき揚げはあらかじめタレが染み込んでいるご飯との相性も抜群です赤出汁のお味噌汁も旨味が濃縮していてとても美味しかったです 以上ののココーースス料理がこちら三河残居のコース内容となっています。天ぷらを揚げている時の店主の動きには一寸の無駄もなくその所作空間そして料理そのもの全てが目と舌で楽しむ芸術品のオンパレードだと思いましたなおこちらの店主は「天ぷらは時間で測って揚げず音で揚げる」というふうに言っているそうです 何から何まで感動のお店でした。ぜひ自分のご褒美へ行ってみてください。とても満足すること間違いなしです。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!